こんにちは、あるいはこんばんは。ちびたです。4月26日配信開始のホヨバース最新作スペースファンタジー RPG 崩壊スターレイルについて、実際にプレイしてみた感想も交えて紹介していきます。崩壊スターレイルは、崩壊した世界の銀河を舞台とした基本無料のゲームです。現在はスマートフォンと PC に対応しており、今後プレイステーションでも配信予定となっています。物語の舞台は、惑星間航行を可能とする列車や、巨大な宇宙ステーションが存在する世界です。SF 要素の強い世界観の中に、アイオーンと呼ばれる神も存在し、ファンタジー要素も含まれています。物語は、主人公が眠っている宇宙ステーションに、暗物質レビオンと呼ばれる勢力が襲撃してくるところから始まります。主人公は、意図せずに生活と呼ばれる特殊な力を持つ物質を体内に宿すこととなります。その後、性格の調査のために星球列車と呼ばれる車両に乗り、星々を行き来し、宇宙を開拓する旅を始める、というのが序盤のストーリーとなっています。ゲームシステムは、ターン制 RPG で、最大で4人のキャラクターをチームに編成して操作します。フィールドはオープンワールドではなくエリア制が採用されており、フィールドには様々な謎解きギミックや宝箱、素材が配置されています。フィールドでの探索では、キャラクター固有のアクションであるヒゲを使用できます。ヒゲには、パーティーの HP を回復する効果や、パーティーにバフを与えたり、近くの敵にデバフを与えたり、一定時間ステルス状態になるなどの効果があります。ヒゲの発動にはヒゲポイントが必要ですが、ゲームを進めることでヒゲポイントの上限が増えていきます。敵との戦闘はシンボルエンカウント方式で、敵と接触するとバトルが始まります。先に述べた通り、バトルはターン制を謳ってはいますが、ターンの明確な切れ目は感じられません。行動順は各キャラの速度のステータスによって決まり、画面左上にある行動順序で確認できます。この行動順序を見ながら戦略を練ることができるのもポイントです。速度差があると敵の1回の行動のうちに、2回行動することも可能な雰囲気です。今後確かめたいなと思います。戦闘中はアイテムを使うといったことはできず、行動順が回ってきたら通常攻撃かスキルかの2択となります。スキルを発動するためにはスキルポイントが必要で、現在のスキルポイントは画面右下に表示されています。SP は通常攻撃で1回復し、スキルを使うと1消費します。SP はチーム全員で共有となっており、普段は攻撃系のスキルを優先し、ピンチの時は回復系のスキルを優先、といった戦略が可能です。SP は戦闘開始時に3あり、最大で5まで貯めることが可能です。必殺技は行動順とは関係なく発動できるコマンドです。必殺技を使うためには EP が必要で、EP は通常攻撃やスキルで攻撃したり、ダメージを受けることで貯まります。こちらはチームで共有ではなく、キャラごとに別管理となっています。EP が満タンになると必殺技が使えるようになりますが、必殺技は他のキャラや敵の行動時に割り込んで発動可能です。ここまでの説明ですと、単純に強いキャラで編成すれば良さそうな感じがしますが、そんなことはありません。敵にはそれぞれ弱点属性が設定されており、弱点に応じた属性で攻撃することで人生を削ることができます。人生は敵 HP ゲージの上の白ゲージで、受けるダメージを減らすシールドのようなものです。白ゲージのさらに上に表示されているアイコンが弱点属性となります。その人生を削り切ると弱点撃破状態となり、与えられるダメージが増えたり、敵の行動順が遅くなったりします。また、この弱点撃破状態では、攻撃時の属性によって追加効果も与えられるようになります。それぞれの追加効果は上記の通りです。基本的に弱点撃破を活用して攻略する前提の難易度となっているため、チーム編成ではキャラの属性が重要となってきます。人生はスキルで削っていくことになりますが、ダメージは大きいけどあまり人生を削れないスキル、ダメージの代わりに人生は大きく削れるスキルなどがあるようなので、誰が人生を削る役目を担うのかをよく考えて編成することが大事になってきます。人生を削る方法はもう一つあり、それはエンカウント時に敵の弱点属性で殴って戦闘開始すること。これにより戦闘開始時点である程度人生が削れた状態となります。敵の弱点はフィールド上で事前に確認できるため、確認の上弱点属性で殴って戦闘を開始するのが良いでしょう。
弱点属性で殴って戦闘開始。弱点属性で殴って人間を削り弱点撃破状態に。そして必殺技で撃破。これが一連の流れとなります。自動で戦闘を行うオート戦闘や速いテンポで戦闘する倍速機能もあるため、ターン制ではありますがテンポよく進めることが可能です。戦闘中にはアイテムは使用できないため、受けたダメージは戦闘中にスキルで回復するか、戦闘後にアイテムを使用するかヒゲで回復することになります。アイテムとヒゲには回復だけでなく、様々な効果があるため戦闘後の回復だけでなく、強敵との戦闘前には入念な準備も可能です。育成システムは原神によく似ています。キャラクターには7種類の運命と7種類の属性から5つが割り当てられており、この運命と属性はキャラクターごとに固定の要素となっており、変更することはできません。運命とはキャラごとのジョブのようなものです。アタッカーやヒーラー、バッファーやタンクなどのことで、スキルや必殺技は運命に沿った効果が設定されています。運命は7種類あり、それぞれ上記のような傾向があります。編成や育成の参考とすると良いでしょう。育成要素は5つあります。5つ目がキャラレベル。経験値アイテムを与えてレベルを上げます。10レベルごとに上限が設定されており、上限を突破解放するためには素材が必要となります。レベルを上げることでキャラのステータスが上昇します。2つ目が奇跡。スキルや必殺技、テンプの威力を向上させる、ツリー方式のシステムです。原神のテンプ育成をより大規模にしたもので、キャラごとに専用の追加効果やステータスボーナスも解放できます。3つ目が光円錐。キャラクターのイラストが描かれた事象で、いわゆる武器です。キャラの強さに大きく影響を与える要素となっています。装備することでキャラクターのステータスを上乗せします。光円錐にも運命が設定されており、同じ運命のキャラが装備すると特殊効果が発動します。異なる運命のキャラでも装備することは可能ですが、なるべく同じ運命のキャラに装備させるのが良いでしょう。魔法使いキャラがハンマーを装備してもいまいちってことですね。光円錐にはレベルとランクがあるため、装備させるだけでなく光円錐自体の強化も必要となってきます。ランクは同じ光円錐を使用することで上げることが可能です。4つ目が異物オーナメント。防具、装飾品のようなものです。1日目では異物の獲得までストーリーを進められていないです。ベータテスト時点の情報となりますが、異物を装備する頭、手、胴体、足のような人、オーナメントを装備する次元請求と連結縄の2枠があります。それぞれに攻撃力アップ、会心率アップといった様々なメインとサブ効果が付与されています。会心系のメイン効果が付与される、胴体の異物が重要になってきそうです。同じ種類の異物を2つ、4つ装備すると、セット効果が発動します。同じ種類の4つセットか2つセットを2種類装備するのが基本となりそうです。オーナメントも同様に、同じ種類のものを2つ装備するとセット効果が発動します。異物オーナメントのレベルの概念ありです。サブステータスは取得時にランダムで付与され、一定のレベルまで強化した際にランダムで強化されます。キャラに合ったメインとサブ効果の異物を獲得し強化したが、サブ効果が思ったように伸びなかった、なんてことがありそうです。いや、とそんなことしかないでしょう。異物人選が日課の一つとなる予感がします。5つ目が聖魂。いわゆる凸ですね。同じキャラをガチャ等で獲得した際に成長させることができます。以上の5つがキャラの育成要素です。そして、これらの要素を強化するためには開拓力が必要です。開拓力は、一種のスタミナのようなものです。各育成要素の強化には素材が必要で、その素材は開拓力を使ったコンテンツで手に入れることができます。序盤では、開拓レベルが低く、高レアリティの異物は手に入りません。しばらくはキャラのレベルアップや奇跡を上げるために開拓力を使い、その間に開拓レベルを上げることが目標となります。最後に課金要素についてです。まず、キャラクターと光円錐はゲーム内でも獲得できますが、条約というガチャで入手するのが主な入手方法となります。ゲーム内で手に入るアイテムだけでも条約は回せますが、多く回すためには課金が必要です。最高レアリティの光円錐を狙って出すのはかなり大変です。しかし光円錐はガチャを回した際にもらえる聖望で交換することが可能です。交換するためにはかなり多くの聖望が必要ですが、無課金でもコツコツとガチャを回すことで狙った光円錐を手に入れることができそうです。
また、七市の勲功という原神の機構に相当するものもあります。デイリークエストなどをこなすことで七市の勲功が解放されていき、育成素材などが手に入りますが、課金によって七市人の報奨を解放することでより多くのアイテムを入手できます。ここまでざっと説明してきましたが、動画の中では説明しきれていない要素がまだまだあります。概要欄に公式ホームページへのリンクを置いておきますので、気軽に始めてみるのがいいと思います。基本無料なのでね。ということで、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。